来てしまいました。本日はですね、チャンス B になったり弾道が3になったりパワーフォルム柳田選手、柳田選手じゃない、違う、近藤選手をね使っていきたいと思います。よろしくお願いします。まずは 1,2 塁か破っていく素晴らしいバッティング。さあ主役の近藤選手ですけど、チャンス持ってるんで、これなんとか2塁に柳田盗塁珍しいよ、決めていく素晴らしい。さあチャンス B 持ってる、そして弾道3のパワー C っていうパワーフォルムを今回使っていきます。もう7億のバッターですからね。うわ、ちょっと待って待って待って、7円やね、うん、今のは7円だった。アキラー、アキラが7億素晴らしい。あ、待ってこれリタイアしちゃう、チャンスなんだけど、ちょ待って待って待って、危ねー、とりあえずほんとタイムかけられたらねリタイアだと思うんですよ。ギータはしっかりとタンダを打ってチャンスのままパワーフォルム近藤さんに回していきたいよ。おタンダ素晴らしい、タンダ育成プログラム。さあ7億のパワーフォルムやってまいりました。まあ、もちろんね狙うはホームランですよ、パワーフォルムなんで。あ、スライダーか、ちょっと待って、2者連続7円はやだ、難しいね、スラカットがこのゲーム。カットボール、ショートゴロは、あー抜けていったけど、ほぼ7円のバッティング。これは実際ゲッツーよ。あんな栗原さんってさ今不審なんだっけ、確かちょっとあんま覚えてないんだけど、栗原さん怪我してからね復帰したと思ったらね、あいなすバッティング、あいさよなら。2試合目、さあなんつってもね2番に控えてる近藤さん今三冠王クラスだそうなんでね、本当今日は三冠王のバッティングしていきたいけど、柳田さんも相当高額の年俸をもらってますけどライトフライ、まあいいんですよ。近藤さんです今回、アベレージヒッター、ファルボール。そうですよ、ミート D なんですけど阿部ひも持ってるんでね、こんな感じで素晴らしくヒット性のあたりを打てますけど、今日ちょっと7円よっしゃ、ここね追い込んだんで2ストライクで狙っていく、空振り三振。ギータです。さあチャンスでまたギータ、ギータでチャンス回りやすい、ギータでしっかりとここはタンダ育成プロジェクトを実行していきたいけど、こう無理しない無理しない無理しない、セカンドよしよしチャンスで回す。さあホームラン打つよ、パワーフォルム時代、パワーフォルム時代、レフトへ逆方向が伸びて伸びて、やってやろう、いやイケメン、いや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 、ちょっと待って、逆方向で今の広角出し逆方向入っちゃって、あれが7億、おいや、これ梶谷が2億。近藤さんのラスト試合、さあラスト試合やっていきます。まずはねチャンス作ってきたよ、早すぎる男、おいやいや、そういうな、長すぎ、ただ早すぎる男、早すぎる男、やってしまうのか、おっとすぎる男。さあなんつってもね畑選手一発持ちなんでね、もしかして一発打てるかもよ、全然関係ない、ピッチングうまいね、これうまいよ、7億のピッチングしてるよ、7億のピッチング、いいよね、リチャードはリチャー。三冠王のためにはね、率ももちろんホームランも必要ですけれども、一二塁がご強烈なバッティング、素晴らしい。足もある、ちょっと盗塁行こう、一回勝負の盗塁スタート、走っていく、今度さっきやっちゃう大城だが、アウトか、いやもうフォアボールとか最高マジで、シュート頼むよ、いや流してそっちか、カジタに横、破ると破ると破ると、よしよしよし、しかもチャンスを作っていく最高のバッティング。さあ今度ケズキさんラット出す系、最終打席一発で終えよ、ここ絶対通しよ、うわーインコース攻め、あれちょっと待って、7億の7億の7億の散歩、7億の威圧感、くっさ、そういうの良くないと思うな、動画的に良くないと思うな、嘘、今度7億、7億